北口駅ホーム、糸島高校前駅は、福岡県糸島市糸の森一丁目にある、九州旅客鉄道地区飛線の駅である。駅番号は、JK07。福岡県立糸島高等学校をはじめ飲食店、商業施設、福岡県糸島総合庁舎が立地しており、新駅予定地の南側では、区画整理事業によりさらなる市街地化が見込まれる、ことから、 糸島市が JR 九州に設置を要望した西岸駅であり、畑駅土地前前マ駅間に設置される。当初は浦市新駅の過小であった。西岸駅の手法での設置のため、市が建設費を全額負担することになる。総事業費は約25億円。2017年7月、新駅建設の促進組織である、 地区非先進駅建設促進会が検討した結果、糸島高校前を駅名案として決定し、JR 九州へ要望書を提出した。工事開始により、2017年9月15日、新駅予定地東側の桂田踏切が廃止された。JR 九州は2018年5月に駅名を糸島高校前駅に決定した。 2019年3月16日に開業し、平日のみ快速列車が停車する。相対式ホームに面2線を有する地上駅で、ホーム有効長は128メートル。駅舎は、駅の南北を結ぶ自由通路と一体となった、京城駅となり、駅内には、駅勤務室、公衆トイレ、湖泉橋2カ所、エレベーター2機などが設置される。JR 九州サービスサポートが、 駅業務を行う、業務委託駅で、緑の窓口が設置されている。自動改札機を備え、守護課の使用が可能である。2020年度の1日平均乗車人員は1471人で、ある。JR 九州及び、糸島市統計白書によると、開業後の1日平均乗車人員の推移は、下記の通り。ありがとうございます。